平成22年2月14日、阿蘇市一宮就業改善センターで、子ども・若者を支えるのは地域力ですをスローガンに、第4回阿蘇市青少年健全育成推進大会が開催されました。この会は、阿蘇市青少年健全育成市民会議が、青少年育成のため、地域において日頃から子どもや若者たちを温かく見守り、より多くの人々が支援していくことが重要との観点から、家庭、行政、職場、地域が一体となった取り組みを図っていこうと毎年開催しています。会では財団法人ハイパーネットワーク社会研究所研究企画部長の渡辺律子氏による、ネット社会と子どもたち、情報モラルと大人の役割と題した講演が行われ、青少年の携帯電話インターネット利用をめぐる社会問題について言及しました。またパネルディスカッションでは、子ども若者に住みよい町に今しなければならないことをテーマに、5人のパネリストたちが活発な意見交換を行いました。病気とか怪我で、身体にこうですね、動かしにくさとか痛みとかあられた方に対して、できるだけ元の、この日会場に集まった教育関係者や一般市民など約150名の参加者は、時折メモを取ったりと発言者の声に熱心に耳を傾けていました。体験を呼べるようにして、少しでも活性化できたらなと。